日本山梨県南駒郡南部町内線南部町中心部付近の空中写真画像中央の南部橋の右下一帯が内船地区橋の左側が南部地区1976年撮影国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成内船は 山梨県南駒群南部町の地名である。郵便番号は409-2305。富士川の中流東岸に位置し、北は、美野部町との町境である、大島峠や、三石山、東から、南は、佐野峠、萌え親山、荘野山、八木沢峠など、静岡県富士宮市と隔てる、天守山地がある。そこからと問いの沢川、谷津川、 梅の木川、中村川、島尻川が、藤川に向けて流れ、それによって三角州が形成されている。地内は、上祖、中組、下組の三地区に分かれており、上祖は、阿蘇、高知船、富岡、市野で、谷津、中田、宇昇の七組、中組は、倉賀、平、伊佐と、中村の三組、下組は、島尻、寄畑、徳間、 八木沢の四組に分かれている。駅前には小規模な商店街が広がっている。背後には天守山地があり、手軽なトレッキングコースが多く設定されている。平安時代末期に岩清水、八幡宮から八幡神を誕生し、当地に八幡神社を建立したのが始まりである。内船の名前は1278年に市条よりもとが、 鎌倉の宝城光寺から所領を稼働された時、公衆内戦との記述があり、この時にはすでに内戦の地名が付けられている。市条よりもとは山の中原に打ち、船寺を建立し、付近に公船を発見して、杜氏場を設けたとして2軒の温泉宿がある。名前の由来は他にも諸説あり、山梨日日新聞が発行した山日、百科事典では周辺に、 ヒノキが多く造船に向いており、藤川通船時代の造船所が、当地にあったことから、打船の名前がついたとされている。一方、吉田秀樹町、日本地名辞典によると、定地の意味である、内と山尾根の意味である、うねを合わせて、内瀬から来たと記しており、角川日本地名大辞典では、藤川水運では、藤川水運の中継地であったことからこの名前が、 ついたと記されている。教法7年、高岡田、平太雄が南武士館を訪れた際、富士川を隔てた東方に内船山というものあり、その辺五家老屋敷跡の湯にて、優の交流と江戸時代中期までは、内船の名前であったが、江戸時代後期に成立した、海の国史には、内船と、振り仮名が振られていることからこの時に、現在の名前になったと推測される。 江戸時代は、寸州王冠の脇王冠である東、河内路の宿場が設けられ、対岸の南部宿とは、私船で往来することが可能であった。1918年に、三延線が内船地区まで伸びて打ち、船駅が開業すると対岸からの利用者もあり、南部に代わり交通の要所となった。江戸時代に、三延山へ参拝をした、江戸の旅芸人が当地へ立ち寄った際住民に歌舞伎を、 伝授し、現在もうち、船かぶきとして継承されている。1889年の町村正執行により、西厚城郡栄村内戦となり、1955年に、対岸の牧郷村と合併の際西厚城郡から、南駒郡に所属返して、南駒郡南部町内戦となり、現在に至る。ありがとうございます。